長崎バス大橋営業所。長崎バス大橋営業所は、長崎県長崎市行町2番9号、浦上側にかかる、下大橋の近くにあり、空港連絡バス、エアポートライナー、長崎市内の短距離一般路線や多くのミニバス路線を担当する長崎自動車、長崎バスの営業所である。もとは、長崎半島エリア、南長崎地区の営業所で、 長崎市南部と中心部を結んでいた。その後1971年に電鉄バスから路線の異常を受けた際、電鉄バス大橋営業所の行き車庫に事業所の機能を移転る形で、現在の大橋営業所が開設され、ほぼそのままの形で現在に至る。旧電鉄バス大橋営業所は大橋電停の裏手にあり、浦上側にかかる大橋のすぐ側にあったが、 長崎バスは名称を引き継ぎつつ、下大橋の近くに営業所を構えている。大型バス路線は営業所周辺地域を中心に、長崎市北部の一部路線と南部のダイアランド線を担当する。ミニバス路線は、長崎市北部の住吉地区周辺にある高台の住宅街と幹線道路の国道206号線を結ぶ路線を担当している。営業所は、 下大橋バス停から見ると裏通りに位置しており、始発バスは、車庫からバス停に移動して、乗客を取り扱う。車庫は平面車庫の形式をとっており、営業所建屋の脇のみならず、大橋電停の裏手旧電鉄バス大橋営業所と、下大橋バス停の脇にも車庫が設けられている。運行路線数は多いが、長崎バスの営業所としては中程度の規模であり、 運行本数が最も多いダイヤランド線はダイヤランド営業所と共同で運行される。県営バスと共同運行。長崎市の斜面地にある立山地区と中心部を結ぶ路線で中型バスで運行される。森町営業所の担当路線であったが、同営業所廃止の際に大橋営業所へと移管された。長崎バスと長崎県営バスで相互に1時間に1本の 間隔、合わせて30分間隔で運行される。中央京線は、始発と終点の停留所が同じとなっており、バスは、中央橋行きが、新和銀行経由、立山行きが、万歳町経由として運行される。なお、立山の停留所と折り返し場は、現在、県営バスと長崎バスと共同で利用されている。長崎市北部の住吉とその、西側斜面地にある、 西木地区を小型バスで結ぶ路線。長崎バス発のミニバス路線で、住吉線は2001年、平成13年4月6日より、住吉台、住吉の森線は2002年、平成14年48日より運行を開始した。30分に1本の間隔で運行される。愛称は、ニッキー。長崎市の大橋を起点に、 長崎大学病院や浦上駅を循環する路線。車庫に隣接したバス停から出発する。2005年、平成17年6月1日より運行開始。バス停は長崎電気軌道、大橋電停と隣接しており、2005年6月から同じプラットフォームで電車とバスを乗り継ぐことができるようになっている。小型バスで運行される路線で、土休日は運休する。 愛称は、元気くん。長崎大学病院と長崎市北部の住吉を結ぶ路線。2007年、平成19年4月9日より運行開始。小型バスで2時間に1本の間隔で運行されるが、土休日は運休する。愛称は、元気くん。全区間を乗り通すと一番系統や路面電車よりも時間がかかる。 全区間の運賃は一番系統と変わらない。2018年2月1日より一部便が長崎県庁前に乗り入れている。コンピラ三西六の公平地区と長与町のユリア団地を長崎市北部の住吉を介して結ぶ路線。2003年平成15年11月1日より運行を開始した小型バスで 30から40分に1本の間隔で運行される。奇襲点であるユリア病院では、上り降りに関係なく、右回りで運行される。公平地区は、道路が非常に狭いため、2016年、平成28年より一部のバス停を標中ではなく、壁面取り付け型に変更している。また、ユリア団地内は自由乗降区間である。愛称は、ユリちゃん。 2015年4月より全便江平町2丁目経由となり、一部便が平和町商店街も経由するようになった。長崎市北部の住吉と泉町、長与町近くの西崎団地、長崎一目の東結部路線で中型バスで運行される。元は森町営業所の管轄路線であったが、森町営業所廃止時に移管された。40分に1本の間隔で運行される。 市街地へ直接行くことはできないが、住吉から市街地を通る路線バスや路面電車への接続路線として機能する。なお、住吉バス停では、国道側、始発には、こちらと、千歳ピア前の両方のバス停に停車する。経由番号は、ダイヤランド車庫行きが40番、中央橋行きが20番、白坂江町経由か大橋行きが3番。 西城山経由が大橋行きが4番である。長崎市の中心部を介して、市街地を南北に貫く路線。ダイヤランド営業所と共感で、大橋営業所が管轄する路線の中では、最も古い。岡倉営業所開設時の1964年、昭和39年に、戸町城山線として開通した後、電鉄バスの路線以上に伴い1971年。 昭和46年3月1日に、西条山への乗り入れを開始した。現在の終点である、ダイヤランド地区には1984年、昭和59年から乗り入れを行っている。西条山経由は、浦上川西側にある若草町、花園町、藤見町、立岩町などの住宅街と中心部を結ぶ路線、とても機能している。戸町経由は、 都町二丁目の狭い住宅街を通る唯一の路線で一部に交互通行の区間が存在する。ダイヤランド発火大橋駅は長崎新地ターミナルから銅座町方面を経由して中央橋向かう。中央橋線は始発と市役所経由の終点の停留所が同じとなっており、バスは市役所経由中央橋駅が新和銀行経由、下大橋駅が 万歳町経由として運行される。日中は、ダイヤランド線が、戸町経由が1時間2本ずつと日本松口経由が1時間3本ずつ、白坂江町経由中央橋線が1時間1から2本程度運行される。朝や夕方引く夜には、道路上の新地ターミナルバス停を始発として、下大橋やダイヤランドへ向かう路線も設定されている。 長崎新地ターミナルよりも南を走る大橋、営業所の路線はこの系統のみ。かつては、白坂江町経由の路線を、戸町、岡倉方面まで運行していたが、2006年の営業所再編で、岡倉線は柳営業所へ移管され、神の島営業所と共感、三菱重工業長崎造船所がある、立上方面と、 大橋地区を結ぶための路線で朝夕に運行される。運行本数はやや多めだが、土日祝日や造船初休日は極端に、運行回数が少なくなる。経由番号は、虹が、岡行きが2番、中央橋行きが20番である。長崎市の中心部と、ベッドタウンである北部の葉山、虹が岡を、西町経由で結ぶ路線である。 大橋まで一番系統と同じ国道206号線を通り、大橋交差点から国道をそれて、長崎本線、長与由西沿い狭い住宅街へと入り込む。電鉄バスが1961年、昭和36年に葉山までの路線を開通させた。あと、電鉄バスから異常を受けて1971年、昭和46年3月1日に運行を開始し、 1984年、昭和59年8月1日に、虹が丘へ延伸した。路線従受当初は、大橋から岩屋橋西町の経路で運行されていたが、1974年、昭和49年に、大橋から、下大橋西町の経路が開通し、現在は、全便化大橋を経由、下大橋は橋を渡るのみで、バス停自体には止まらないする形で運行されている。 日中は20分に1本の間隔で運行される。中央橋では、始発と終点の停留所が同じとなっており、バスは、中央橋行きが、新和銀行経由、虹が、丘行きが、万歳町経由として運行される。大橋住吉葉山虹が丘北栄町、寺川内。大橋と、ベッドタウンである北部の滑石地区を住吉、虹が丘経由で結ぶ路線である。 虹が、岡地区からは本系統を使うことによってのみ、住吉地区へ行くことができる。中心部と、滑石方面を結ぶ路線は、桜の里営業所の担当する、王道経由がメインとして運行されており、この系統は、平日に三往復しかない。行き先表示では、虹が岡経由地川内、虹が岡経由大橋とされており、西町経由の虹が、 岡線や虹が丘を経由しない滑石、寺川内線とは区別される。始発と終点は、国道上ではなく、長崎県営野球場前のバス停を使用する。三菱重工業長崎造船所がある、立上方面と長崎市北部の西町、早町地区を結ぶ通勤、通学用の路線である。定期運行される路線では、直接結ばれていない、ロープウェイマイナス上、 栄町西町を結ぶ路線としても機能する。なお、平日朝の一本のみ王道から、明星高校まで延長される。経由番号は、三河町域が8番、新地ターミナル域が20番である。2016年、平成28年4月のダイヤ改正で新設された路線。長崎大学医学部前と、元原、西山大団地を経由し、 松ヶ枝営業所の運行する三河町、西山大線の住吉、純新港前経由とは逆の方向から山頂に到達する。長崎新地ターミナル発着であるが、ターミナル内には乗り入れず、三河町行きは、イオン長崎店に横、4番最上山経由か、大橋行きと同じ乗り場を出発して道座通りを経由し、新地ターミナル行きは、大鳩から江戸町交差点。 中央京高野山岩ステを経由して、新地ターミナルに到着する。行き先表示は、三河町行きが、元原、西山台三河町、新地ターミナル行きが、高野屋経由新地ターミナルとなり、他の三河町行きの路線とは、明確に区別された表記となる。経由番号は、下大橋行きが8番、中大橋行きが20番である。長崎市の市街地を、 コンピラ山の再録に沿って運行する路線である。旧電鉄バスが1953年、昭和28年により、医学部前経由を、1962年、昭和37年により、公平中学校前方面の運行を開始し、長崎バスは、電鉄バスから異常を受けて1971年、昭和46年3月1日に運行を開始した。ほとんどの便が、 公平中学校前を寄り道する形で経由する。日中は30分に1本の間隔で運行される。下大橋発着の方向がダイヤランド線と逆になり、始発終点の停留所の方向もダイヤランド線とは逆になる。中央橋では始発と終点の停留所が同じとなっており、バスは中央橋行きが新和銀行経由、下大橋行きが 万歳町経営として運行される。空港リムジンものみを担当している。県外への長距離便は、松ヶ枝営業所の担当。空港線の長崎バス運行便には、エアポートライナーの愛称が付けられている。2002年、平成14年5月18日より運行開始。2005年、平成17年より競合する長崎県営バスと共同運行を開始し、 運行開始当初は新地ターミナルから西山バイパスを経由していたが2004年平成16年3月28日より出島道路経由で運行されているカビラ有料道路経由は2012年11月1日より運行を開始し2013年5月1日より空港出発便を長崎駅前まで延伸した2016年4月1日からは 停車地を増やし、高速道路上のバス停や大村市内にも停車するようになった。路線開設当初は貸切バス用の車両を改造して空港専用として運用していたが、現在は高速バス用車両で運行されている。また、2012年、平成24年により、新デザインの車両を導入し、新車導入を機に既存車両も新デザインへの変更が行われた。 出島道路経由は1時間に長崎バス1本、県営バス3本が運行され、カビラ有料道路経由は長崎バス単独運行で1時間に1本が運行される。どちらも市内のみの相互利用はできない。出島道路経由は空港行きここ多く行きのどちらも長崎健康通海館内バスターミナルで乗降を取り扱う。長崎新地ターミナルバス停ではターミナル内に入らず、 空港行き、乗車のみ、は隣接する、長崎バスターミナルホテル前に、ここを置く行きは、道路向かい側の NTT 前に停車する。また、カビラ有料道路経由時内行きは、長崎駅のロータリー内、長崎バス観光の定期観光バス発着所前まで、運行される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。